身長ビヨーン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関するお話ししていきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日もですね、身長に関するですね疑問バシバシ答えてですね、皆さんの身長がですね伸びるようにですね一生懸命努力していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで今日はですね、身長先生に聞けるも28番目ということで、身長先生に聞けるの26の方にですねいただいたコメント欄の方からですねピックアップして答えていきたいと思います。身長に関する疑問がありましたらぜひコメント欄の方に記載お願いします。ピックアップしながらまた答えていきます。身長先生に聞け28の方ですね、コメントいただいたものに関して言うと、身長先生に聞けの30で答えていく予定になります。よろしくお願いします。今回はですね、120個のコメントいただいてますね。そこからですね、バシバシ答えていきたいと思います。最初 Y さん、小学6年生男子、父175、母157、157 US って書いてますね。ってことはお父様がアメリカの方で、お母様がね JP ってことで日本ってことですね。10歳6ヶ月150cm、11歳6ヶ月160.2cm、 年間10センチはまだ成長ピークと捉えなくてもいいでしょうか。肥満傾向なので水泳を始めました。声変わり AK などはまだです。まだ夫の父が194ですが、覚醒遺伝の可能性ありますでしょうか。よろしくお願いします。ということで、いつも通りね成長シートですね見ていきましょうね。成長シートは希望の人はね LINE の方に送ってください。まずですね、遺伝身長の方なんですけども、お父様が175の、お母様が157ですので、175足す157足す13÷2 は 172.5 が遺伝身長になりますね。現在の身長11歳6ヶ月 160.2cm ということなので、この単純計はですね、 182.5 から 183.3 というのがベースになっていきます。それに対して10歳6ヶ月の時 150.2cm ということで、そちらの方は 181.8cm というような形になりますので、この1年間だけで見ると他のお子様よりは少し成長の比率が高かったという表現になりますけども、めちゃくちゃ高かったというわけではなくて、年相応という表現ができると思いますので、そういった意味だと、まあ、年間のこのプラス10センチというのは極めて平均的という表現になってくると思います。ただそれがピークと捉えなくてもいいでしょうかってことなんだけども、ピークかどうかに関して例えば12歳6ヶ月の時の、まあ、予測される身長と今何回だと、こちらの、ね、成長シートを見ていただくと、仮に168だとすると8センチぐらいの伸び率が期待値になりますので、そういった意味でもピークっていう可能性はあると思います。あとはね、これだけでちょっとなかなかピークかどうかって捉えるのは難しいので、レントゲン採血で判断していくというのが正しいでしょう。あともう一つは、肥満傾向なんです水泳を始めましたということなんですけど、水泳ねやっていただくのはいいと思います。特に肥満なのは健康にとってもおそらく良くないですし、ある程度いいというふうに推定されますので、ぜひ続けてください。声変わりや毛なのもまだってことなんですけども、そろそろっていうところになってくると思うので、今日は毛の生える時期をですねちょっと共有していきたいと思います。11歳0ヶ月未満にですね、まあ、陰毛が生えてくるようだと超早熟っていうところになりますし、14歳0ヶ月以上で陰毛が生えてくると超晩熟っていう表現になります。その間であれば平均的っていう表現になってきます。それに対して声変わりはだいたい12歳0ヶ月未満で始まってくるとかなり早いって表現になりますし、15歳0ヶ月以上だと超晩熟って表現になりますので、そちらも参考にしていただいて、早熟よりなのか晩熟よりなのかね参考にしていただくといいと思います。ただしお父様がアメリカ人ということで、データとしては少し精度が落ちるのも事実になります。また夫の、ね、お父様は194ということで、覚醒遺伝の可能性はありますでしょうかってところなんだけど、もちろん、ね、可能性はあると思います。いかがでしょうか。次ですね、 S さん、早熟生まれつきである程度決まっているのですかということですね。基本的にはもちろんね決まっているっていう表現でいいかなと思います。全てのことがほとんどそういうふうに表現できると思うんですけど、先天的に持っているものと後天的に持っているもので、早熟もある程度先天的な部分と後天的な部分があると思います。ただし先天的な部分の方がウェイトとしては大きいでしょうと。それに対して、まあ、後天的な部分、まあ、具体的に言うと肥満だったりだとか少し関係あるかなというふうに言われるのが通説という表現でいいと思います。次 S さん、去年の今頃が 170.5 くらいで、今が 173.5 から174 くらいです。176、よく言えば177はいけますかってことですけどね、ぜひこう言わせてください。年齢を書いてくれということでね、年齢をぜひ書いてください。情報が少なすぎて、ね、コメントが難しいんだけれども、ただ少なくとも 170.5cm ということで終盤であることが推定されます。そういった意味だと、まあ、この1年間の成長率が 173.5-170.5 だとすると、年間成長率がね 3cm ぐらいになりますので、翌年 1.5cm、 その次は 0.75 ってことになってくると、今の身長プラス 2. ちょっとセンチぐらいねいけると思うので、176はね結構いけるんじゃないかなと思うんですけど、177はね身長先生の YouTube
シーは、ね、しっかりとこの後見続けないと到達できないかもしれません。ちょっと煽っちゃいました。P さんね、一度大きな伸びがあった、あと毎年2センチずつ伸びているのが4年続いていますが、いつまで続くと思いますかってことですね。質問難しいですね。これ女性か男性どちらなんでしょうかね。なんとなく女性なのかもしれないかなと思ってますんだけど、一応成長曲線上はですね、女性の方が最後ですね、こう粘りがちょっと微妙に強いんですね。理論上は男性の方が強いんですけども、そういった傾向が少しあるようにも思います。でいつまで続くかってね、すごく難しい質問ですよ。まあ、これもね、もうちょっと細かいデータがあれば、いわゆる年齢ですね、まあ、年齢は特にですね、何歳何ヶ月までかね、書いてくださいね。そこまで書くともう少しコメントできるかもしれません。はい、次 O さんですね。歯が全部完全に生え変わったのは小学校6年生の8月頃なんですが、これは晩熟ですかね。高2現在165しかないのですが、まだ伸びますかね。ちなみに去年から 1.5 センチしか伸びませんでしたってことなんですけども、私より圧倒的に歯医者さんの方がね詳しいと思うので、歯の勉強を僕もしなくちゃいけなくなってきたかなというふうにね、もう反省してますけども、今のところこれで晩熟かどうか私の方は判定難しいです。歯医者さんに聞くと多分教えてもらえるかなと思います。歯医者さんもね、結構骨年齢に該当するような形、基準となる数値があるみたいですので、聞いてみるといいかもしれません。もう一つのポイントとしては 1.5 センチしか伸びてないってことなんだけども、高校生、いわゆる16歳0ヶ月か最終身長まで2センチ程度というふうに言われてますが、去年が 1.5 センチしか伸びませんでしたって表現はね、少なくとも全く伸びてないわけではないですので、諦めずにね頑張っていくといいと思います。次 A さん、幼児用のメラトニンサプリは身長伸びに影響ありますでしょうか。寝つきが悪いために検討していますってことですね。メラトニンサプリに関して言うと、これはね結構まあいろいろな意見があるかなと思います。表現が難しいんだけども、私が聞く範囲だとアメリカは定番みたいな表現でね、いろんなところがそういう風な話を聞いたことがあるんだけども、日本だとやっぱそこまで定着されたものではないかなというふうに思います。寝つきが悪いっていうところなんだけども、どれくらい寝つきが悪いのかっていうところでも、これを使用すべきかどうかっていうのは検討材料に入ってくると思います。幼児用ってことでも、今何歳ぐらいのお子様がね指してらっしゃるのかわからないんですけど、メラトニンを薬物とするかサプリとするかもかなり、ね、議論が分かれるところだと思うんだけども、そういった意味でもね、寝つきが悪いっていうだけで使うべきかどうかってなかなかコメント難しいですね。私自身はこの文章だけで進めることはないでしょうっていう答えでいいでしょうか。第二次成長期は成長ホルモンよりも性ホルモンの方が影響を受けやすいですか。アルギニンの効果はどのくらいありますか。製造すると身長も見なくなるという噂は本当ですか。